ね、今熱海駅に来てます。でね、こんな時間に熱海駅に何しに来たかっていうと、自分一駅で終点って動画いくつか上げてますけど、別にね短い距離走るのが好きなんじゃなくて、やっぱり変わった列車が好きなんですね。でここからはね、あの短いのとは逆に長い距離を走る列車がありますので、それに乗りに来ました。それがね11時32分発上野東京ライン黒磯行きですね。でこの黒磯行きっていうのが11時32分に出て黒磯に着くのが16時17分、乗車時間はなんと4時間45分、で移動距離は 268.1km っていう距離なんで、これが調べてみたら、まあ、東日本エリアでは最長の距離を走る普通列車です。スーパービューを乗り越え、その次に上野東京ライン11時32分黒磯東京経由5番線。まさかね、この表示があってね、これに乗る人が、ね、全区間に乗る人が、ね、いると思うでしょう。さあ小金井行きで入ってきましたけど、前5両小金井止まりですね。多分一番後ろを見ると黒磯って書いてあると思います。ちょっとね、停車時間短いんで一番後ろの前面幕は見れないですけど、これ確かに黒磯行きって書いてありますね。で私乗るのはね、もうグリーン車でゆっくり乗ろうと思います。で1時間ごとにね、車窓とか車内の動向を見れたらなと思いますね。でね、これ本当にずっとダラダラ乗ってると時間がもったいないんで、裏企画ということで、明後日に迫ったね、私が受けるあの資格の試験、運行管理者試験、これをひたすら勉強しながら乗っていこうと思います。でしかも今回使うグリーン券がね、あのビューカードの特典でもらった普通列車グリーン券、あんま使い道がなかったんで、とりあえずね、ここぞというところで使ってみることになります。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は上野東京ライン宇都宮線直通黒磯行きの5号線です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。ちょうど今平塚に停車したところですね。で黒磯行き表示があります。でここで小田原始発の湘南新宿ラインの特別快速に追い抜かれるということです。せっかく時間があるんでね、あの最後尾の、方向幕です、あれ見に行きましょう。ちょっとね、多分画面がうまく見えてないですけど、黒磯行きって表示が出てます。いや、やっぱ神奈川県でね、この表示を見ることってなかなかね、まずないですよね。現在宇都宮に到着して、ここで8分ぐらい停車するみたいなので、ちょっとね、だいぶ腹が減ってきたので、何か買ってこようかと思います。The next station is 黒磯 Terminal. The doors on the left side will open.いや、無事に黒磯を到着しました。熱海から乗り続けること4時間45分。結構ね、勉強しながら乗ってたらね、あっという間でしたね。さあ黒磯駅の外に出てみました。駅前のこの広場もやたら工事して、こういう感じなんですね。こう駅の近くにね、店が全然ないんで、買い物できる店は本当ニューデイズぐらいしかなくて、もう飲食店はもちろんないんですよね。でたちょっとあそこの歩いたとこ奥の方にヨークベニュアル、まあ、ヨーカドーみたいなあの看板の、スーパーがあると、そういう感じになってます。さで熱海から、ね、5時間ぐらいかけて黒磯まで来たはいいんですけど、自分の家が、ね、もちろん黒磯なわけじゃないんで、これからまた自宅に向かって帰るんですけど、でどうやって帰るのかっていうと、この、ね、さっき前乗ってきたこの列車が折り返し
また珍しい通勤快速上野駅、これですね、これとして運転されるんで、またグリーン車にひたすら乗って、あと4時間ぐらいひたすら勉強できるという機会をね与えられたんで、まあ、試験の勉強でもしながらゆっくりグリーン車で帰っていこうかというところです。ではね、またねこういった、まあ、長距離普通列車シリーズもねどんどん撮っていきたいと思いますんでね、ぜひねまた次回もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。